新潟県民パイパン。ウィーク TV をご覧の皆さん、どうもゴールデンボンバーです。お、正しいこと言った。君はいきなり何かをディスったな。ディスったように聞こえたぞ。気のせい気のせい。ゴールボンです。気のせいやで、ほんま。なんか3月30日に、お、新潟県民パイパンでゴールデンボンバーが、そう、お、パイパンになるそうなんで。そうです。みんなもパイパン、パイパンじゃなきゃ来れないんで、パイパン限定ライブ、パイパンツアー結構します。パイパンツアーで今見てる方、パイパンって何か分からない方もいると思う。あ、見せたろうか、見せたろうか、パイパン。ケンジさんまずい、それはまずいか。お前パイパンなのかい。それはまだ新潟の人にはまだ免疫がついてないか、見せちゃダメか、まだ。そうだな、今日は抑えて。新潟はボーボーだからな。そうだ、そうなのか。そうだ、雪国だから、ね、そんなボーボーなのか。雪国だから身を守るために、温めるために。そうだ。あ、そういうことなのか。パイパンってのは沖縄から発祥したもんだ。なるほど。暑いからな。メンソーレがメンソーレパイパンになったんです。おー、そういうことか。そういうことだ。メンソーレメンソーレいやらしい。やめろ、恥ずかしいよ。おー、だよ。ウィキ TV さん、いつもお世話になっております。そうです。お、お世話になっております。え、2月17日、おー、2月17日発売の、おー、新潟ウィークに僕たちゴールデンボンバーのインタビューが、おー、乗ります。やろーい。そんなバカな。いやーい。ほら、ほら、まあ、だから皆さんはぜひ、ぜひ書店で、書店でどうにかして、お金を払うなりして、書店でね、書店で、書店でね、書店方法ねえよ。書店で、ケンジさんのブログ本買ってくださいね。はい、マイナスだよ。イエー、ウィーク TV。 ブログ本が出ません。出ねえ。忘れてください。はい、ね、ぜひ上地雄介さんのブログ本を、ああ、それは大事、ね、手に取って、ね、棚に戻してください。棚に戻して、ね、ケンジさんのブログ本を手に取って、はい、油であげてください。破れるか試してください。尻拭き紙にでもしてください、ね、性病になるんで気をつけてください。性なんですか。はい、なんだ、毎回下ネタばっかりじゃねえか、おめえら。新潟の人たちに下ネタだと思われたらどうすんだ、俺たちの存在が。ほっ、上品なバンドなんだよ。なんだお前、チンコみたいな顔しやがって。くそー、顔面が勃起しちゃうよ、チンコ面が。家暮らし、おっ、家暮らし、家が、家が踊ってきた。おっ、やめろ、みんな逃げて。あ、あ、あ、なあ、もうボロボロだよ。いやー、いいですね、ゴールデンボンバー、自由ですね。みんなもそんな自由な気分、なかなか味わってないんじゃないかな。そんなに野生味を帯びた瞳でこっちを見ないで。大丈夫、今カメラ事故ってたけど、なんだかしっとりしちゃうから。はい、そんなわけでね、いろんな人に迷惑をかけつつも、僕たちはしっかりと頭を下げつつ頑張ります。これからも新潟たくさん来るよ。3月30日の新潟県民会館でのライブ、ぜひ来てね。いっぱい東北とか、こっちの北陸とか、そっちの方いっぱい来るからよろしくね。おめえら、なんか一言言ったらどうなんだ。え、なんか一言言ったらどうなんだ。死ねえはないよね。ないと思う。めっちゃ痛いの。とっても痛い。いやー、いいね、このなんかカメラの前に僕しかいないこの感じ、いいと思うよ。この番組の提供はマミーポコパンツの提供でお送りしました。マミーポコパンツっておむつのことだよ。そっか、まあね、これからの高齢化社会、おむつもしっかり家に蓄えときなね。石油とかなくなったら大変だからな。いつまで喋ってんだよ。おめえら閉めねえからだよ、クソが。投げんだよ。はい、じゃあな。そんなわけで、パイパンども、仲良し4人組ゴールデンボンバーでした。そのパイパンども、バイバイ。下ネタなんか大嫌いでした。バイバイ。